ダッシュでございます。どうも武田でございます。既存の以降で吉木でございます。この動画が新年明けてから上がってるのか年内に上がってるのかわかんないですけれども、いつも通りこれを使って今日も練習していきたいんですけれども、ちょっと待て待て待て、いつも通りっていうのさらっと俺のアルファフライを持ってくんなお前いつも通りじゃないん。以前ヨシキさんからアルファ2を買ったので、アルファはもう使うはないから使っていいよってことで、うん、これも持ってるんですけど、はい、めちゃくちゃいいんですよ。あーやっぱめちゃいいんだ、うん、近い人で言えば大西団長もそうだし、アイアンマンみんなアルファでやってる。これはテンパなんだけど、みんな足元こんな感じなんだけど、なるほどね。なので中にヨシキさんが購入してくださってレビュー動画も上げて、すげえいいシューズだっていうのはもう皆さん知ってると思うんですけれども、うん、テンポ走したことなくて、これではいはいはい、まあ、今日はテンポ走ガチ練っていう感じじゃないんだけど、昨日もしちゃってるんで200-3本ぐらい行って、ちょっとどういう感じなのかっていうのを知りたい。松底信者になった TKD のアルファ2今更ガチレビューって感じかな。そう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 、あの時ほんと一瞬履いてちょっとしか流ししてないと思うんだけど、はい、正直ね忘れちゃった。なるほどね。正直ねアルファフライの反発のイメージでいくとちょっと劣るかもしれない。その分安定性はしてるみたいな、うんうん、その感覚だと思います。忘れちゃった、そんな話したっけ。なんかすげえいいって話は覚えてるんだけど、フォアフットで設置した時の安定感がより増してるから、よりなんか踏ん張れる感じがするって俺は前回の動画で言ったし、今もその感覚かな。俺らのようなしっかり設置したい人向けには、 うん、押せると思うよ、うん、やっぱりな。何よりほんとこれシューズの中で一番かっこいいかもしれない。あー2デザインはマジいかつい、えぐいえぐい、うん、超かっこいい。ということでこちらを使ってどうなるか、なんか一発アルファフライ2でポケて、なんかポケポケてちょっと何こう、うん、今新幹線通ったアルファ2かよおい、途中で笑うなよ。ごめんなさい、ごめんなさい、途中で笑うな。今の間が耐えらんなくて、耐えらんなんだ俺も耐えらんなんだということで、ペースも10代ぐらい34から始まって、うん、その後どんどん上げれていけたらいいなと、30秒ぐらいまで上がればいいんじゃないですか。聞きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。ヨシキさんは今どのタイミングで入ってんの。トラックのポイント、スピードをめっちゃ出すなって時とか。おナイキ、ナイキ、あー珍しい、ナイキ下半身ナイキだ。上がマイクです。欲しい、え中が、あ中ナイキだ、ナイキ、ナイキだ、ナイキだって言ってる裏に他。かわいいこれね、これかわいくない。僕のスニーカーになってます。よし、あんま伝わんねえわ。いやこれはねこれは弾まないわけがないよ。完全に今語尾にハートがあったの弾まないわけないよ弾まないわけがないよ。待ってます。あー回ってんのか。もう立った瞬間安定性の話はもうすごい、あーやっぱ安定感、うん、ワンとは違う感じ、分かります。違いますね、余計なドロップないし、うんうん、いきます。はい、2。あーすごいね、素晴らしい、超楽やわあそうえぐ、意外にアルファ1に慣れすぎてるとさ、意外に反発ねえなとか思いそうだなって思ったんだけど、ヨシキさんも俺もしっかり踏める方じゃん、しっかり踏めばちゃんと返ってくる。あーなるほどね。でむしろテンポ走もちろんそういう厚底シューズの恩恵をもらって楽に走りたいっていうのもあるんだけど、でもやっぱり自分でしっかり与えるってことも大事じゃないですか、うん、そこのスキル磨きにもつながるし、自分の走りもしっかりしなきゃいけないプラス厚底の恩恵をもらえる、これ短距離選手の皆さんからマジでありですよ。もうめっちゃ行くやん、大丈夫か、飛ぶやん、やばえ、どこで言うか分かります皆さん、これ心霊現象や、あれ、あ、痛い痛い、あ、どこ、あ、やばい、心霊写真みたいになってる
お分かりいただけるだろうか。これやっぱこれどうやって編集するんやろ。怖いな。ナイキの CM 来るで。よし30秒8早っ。いいんだもん。いい、いろんなとこ見ててもさ、アルファ2履いてる人いなくない？上級で。 いねんね、あんまり。なんかみんな1やっぱ多いんだよね。1は多いんだ。まだ1は多い。反発感じれるからだと思うんだよね。しかもあれだよね、ドロップあって転がるから、うん、あ、そうそうそう。まあ自動化はしやすいよね。まあね、そういった意味では、まあ、トップの選手は分かんないんだけど、小田フィールドとか代々木公園とか行くと一般ランナーの方たくさんいるじゃん。はいはい。でそこで見るのがアルファ2だったらアルファ初代の方が多いっていう意味で言った。なるほどね。いやめっちゃいいな。ちょっとラスト、うん、同じぐらいか、気持ちもうちょっと上がったらっていう感じで、もう一本だけ行って感想言いたいと思います。はい、ダッシュで行こうぜ。絶対早い。3秒ぐらい。27秒と見た。惜しい。8秒3。ああ、よしきが 1000m をイシューズ履くと3分切るじゃないですか。うん、その気持ちを今、はいはいはい、ちょっと分かる。味わった感じが分かるよね。なんか踏ん張り効くくない？踏ん張りってか押せるくない？押せる。アルファ2の今試し走しただけなんでノーアップだったんですけど、でこの寒さでこれだけのスピードをそんな無理もせず出せる。僕が速いとかじゃなくて、今シューズの OK ですよこれ。これはもういいと思うんだけどな。これめっちゃマジでエアが入ってこれだけの暑さがあって、もちろん俺が履き慣れてきたっていうのもあると思うんだけど、癖がないんですよマジで。癖がないんじゃノブ。ないよ。ワンよりは全然癖なく履けるよね。これいいな。おい盗むなお前。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。